はい、どうも皆さん、こんにちは、ミタでーす。ういうい。つうことで、本日はですね、今回のレジフェス、天井おすすめということで、3月31日の11時59分まで、開催されるこちらのレジェンドフェスなんですけれども、明日の3月30日がガチャピンさんの、300連、ごめん嘘、100連確定、ちょっと盛りすぎたわ。100連確定っていうガチャもあって、天井するのがすごいたやすいんですよね。はい。なので、こちらのレジェンドフェスで天井をするよっていう風に悩んでる人も多いと思うので、個人的なおすすめ天井おぬぬめについて語っていきたいなという風に思っております。よろしくお願いします。で、まあ、まず俺は、個人的にここ言うと十二神将を取っちゃっていいんじゃねえかなっていう風におすすめしてもいいと思ってる。で、まあなんでそういう風に思ってるのかっつうと、ここね、ケージ出ねえんだよな、単純に。そう、ここね、天井した時の対象装備交換って、ケージ出ないんですよ。最近追加されたんだけど、ケージってやつは。まあ、リミテッド武器の上限解放、覚醒レベルのレベル上げとかに使ったりとか、キャラクターの LB の上限解放とかに使ったりするんですよ、このアイテム。で、まあ、これが出てくるのって、リミテッド武器をガチャで引いた時とか、まあそういった時に出てくるんだけど、天井で交換した際にはもらえないっていう風になってるんですよね。なので、リミ武器に関しては、まあもう持ってないキャラを取るよーっていうのはすごいおすすめできるんですよ。キャラクターとして優秀なキャラが欲しいよ、狙ってますよっていうんだったら全然いいんだけど、例えばだけど、まあケージ、まあただやっぱケージがもらえないんですよね。何にせよ。まあそこはちょっと留意しといてもいいかなとは思ってる。だからそうなってくると、じゃあ十二神将取っちゃった方が俺はお得じゃねって思ったりもしてるっていうようなところだな。まあ十二神将の中でも結構評価的に高いのは、今だったらビカラとクビラはでっかくおすすめされるんじゃないですかね。ビカラに関してはフルオート使うのであればかなり優秀で、最近最終上限解放されたね。まあ今はあんまり話題になってないような印象なんだけど、闇売り古戦場が近いことと、まあ、闇売り古戦場のボスが、まあ、攻撃対象が多くて攻撃を回避する機会が多い場合においては、まあ、特になんか採用されたりすることも多いかな。ディスペルをばらまけるキャラクターなので、闇売り古戦場でも、かなり強い力を発揮してくれそうですね。回避時に敵全体闇ダメ、プラス強化効果を無効化。ディスペル持ちなのが偉いところですね。はい。で、ビガラに関しては、かなり火力の高い、クビラだね。クビラに関してはかなり火力が高いキャラクターになってます。最終上限解放で4アビリティ目を取得したんですけれども、これがターゲットに関わらず24回光属性ダメージ。もう単純に2000万ダメージとかポポ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 ンっていう風に出してくれて、まあ通常攻撃で戦っていくよっていう編成でも、5ターン、6ターン、7ターン、8ターンとかで終わらせるパティーンなら、4アビを使うためにクビラを採用したりもするとかね。まあそんな感じで、クビラってなんかもう、なんか4アビを使えるタイミングであればめちゃくちゃ使われるっていうところで、かなり評価高いですね。まあクビラ、ビカラは結構おすすめできるキャラクターになってるかな。まあマコラとかも最近ちょっと話題だったりもするね。まあそんな感じ。まあマキラとかもおぬぬめですよ。まあこのあたりは、割とおすすめなキャラクター多いんですけど、まあちょっとそのあたりは攻略サイトとか、まあ、より見ていただいて深い、感じで調べていくといいんじゃないかなと思います。何せよ古戦場近いので、おすすめ教えてくださいっていうんだったらクビラ、ビカラだったりするし、まああと見た目的にマコラとかも全然ありだと思うし、マキラとかも今土属性で追撃つけるのであればバッファーとして採用されたりもするっていうような感じだな。持ってないキャラクターの中から見ていくといいんじゃないかなと思ってます。で、ここからリミ武器に入ってくるんだけど、まあ、まず基本的にリミ武器というか、ここの天井おすすめは、まあ、持ってないキャラを取っちゃうのがいいと思う。で、なんでかっていうと、まあ、さっきも言ったんだけど、ケージ手に入らないから重ねるために取るっていうのは、まあ、普通に引いた時に比べると美味しくはないですよね。ダマクスカス使うのと基本的に気持ち的には変わんなくなっちゃう。俺の気持ちだけど。まあだから重ねるっていうよりも、持ってないキャラ取った方がいいかなっていうふうには思ってます。はい。で、まあ、ある程度主要なキャラクター持ってますよっていう人の中でおすすめできるのが、まあ今回は火属性の武器になっちゃうかな。まあ古戦場を想定するっていう話はちょっと今回は置いとくんだけど、まあ、しえて H、俺はロード・オブ・フレームが欲しいんですよ。
なんでかっていうと、次、今回のシエテ HL ですね。新しく追加されたマルチなんだけど、このシエテ HL を芝く際に結構ロードオブフレーム必要で、まあ俺ちょっとロードオブフレーム1本しかなくて、まあ少し苦しんでるっていうところとか、まあこのスキル構成ですね。スカーレットコンバージェンス。まあコンバージェンス系統とか、攻撃防御、ダメ上限が上がるっていう武器は選ぶのに基本的にはおぬぬめできる感じですね。俺は最近この移行の激鱗ってやつも欲しくて、ルオーの武器だね。これが、まあ、ゴールデンバイタリティ。HP が多いほど攻撃力、防御、ダメ上限上昇。この武器って、あんまり評価高くないんですけど、うん。一本とかだったら全然使える、武器になってるんで、割と俺はこっちも好きですね。はい。まあ、ルオーもちょっと取ろうかな。天井どっちか、パーシバルかルオーどっちか取ろうかなって俺は思ってるかもしれないっていう感じだね。で、それ以外でおすすめは、ミカエル。クリムゾンスケールだね。まあ、ここら辺やっぱ薬状。薬状はマジ強い。うん。薬状ガチで強いんで、まあ、これはおすすめですね。マグナでも紙石でも変わらずに効果を発揮して、このヨダメ上昇5万っていうのは、マジで強力な性能をしてますので、まあ、このあたりはギャチでおすすめかなっていうところですかね。はい。まあ、とりあえず俺はそんぐらいかも。まあ、パーシバル、ミカエル、ルオーあたり取るか、まあ、十二神将を狙うか、まあ、持ってないリミテッドキャラクター、まあ、フェディエルとかね、まあ、ポセイドンとか、まあ、このあたりもキャラクターとして優秀、リミナルメアとかもそうなんだけど、キャラクターとしてバチバチ優秀っていうキャラクターはいるから、そのあたりもちょっと見てみるといいかもしれないですね。うん。あと、結構コメントであって、まあ、気になってる人が多いかなっていうふうに思ったのは、呪色の外装4凸って使いますかっていうやつ。うん。これ結構言われることが多くて、まあ、ギレン、アビリティのヨダメアップがあるんで、まあ、この武器について気になってる人もいると、結構いるみたいなんですけど、個人的な意見を言わせてもらうのであれば、まあ、ダマ使ったりするほどじゃないかなっていう感じ。アゴナイズでいいやっていう。呪色の外装だから何かができるっていう感じでは現状なくて、まあ、呪色の外装を使うんだったら TA 確定編成とか、まあ、闇の乱舞があるから TA 確定編成とかで使うかもしんないなぁとも思うんだけど、基本的にはそんなにこう、呪色の外装でよかったっていうふうに思うことはなかった。4凸一応1本作ったんだけど、呪色の外装の方がいいよね。なんかこれによって変わったな。逆にアゴナイズから呪色の外装に、上げたことによって変わったものっていうのは多分あんまり感じてなくいってのが現状なところですね。なので呪色の外装については俺はあんまり評価的には高くないかなっていうところ。ただキャラクターのフェディエルはすごい優秀なので、フェディエルを取るのであれば、おすすめですっていうような感じかな。うん。はい。まあ、そんなわけで、個人的におすすめできる、天井のラインナップについての話でございました。皆さんの参考になれば幸いでございます。皆さん何撮るのか、良ければ下のコメント欄とかで教えてください。ほな、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。